テリー土屋の車の話始まりました。はい、さあゴールデン土屋さん、はい、まだそれ T シャツ着てんの？結構涼しくなってきましたよね。どうしてですね。涼しい、うん、割とひんやりしてきました。いや10月でも普通昼は暖かいよ。昼間全然暖かいよ。でも季節的には秋ですよ。どこで買えんのそれ？あ、これ、うん、これは、うん、通販とか、通販あとスーパー GT の会場でしか買えない。マニアックな人しか買わない。そうですね。だって似てますよね、土屋さんと。似てるよ。それはそうだよね、土屋さんだもんね。はい、似てるよ。今日は何なんですか？あの今回はですね、まあ、涼しくなってきたということなので、まあ、モータースポーツのシーズンかなと、うん、いいですね。テリーさん覚えてますか？私たちが出ようとしているロードスターのレース2ヶ月後に迫っております。テリーさん2ヶ月、監督です。テリーさんは。あ、そうだ、監督、監督、はい、2ヶ月後に迫っております。出ますよ。ドキドキですよ。僕ね、実はいろんな方に言われます。あれメディアのあれなんで、いろんな、例えばベストカーの人たちも、うん、テリーさんやるんですよ。やりますよ、はい、私たちも参戦しますから。もういろいろやります。私も逃げられないですね、いよいよ。逃げないですよ。いや、だって最初結構逃げる気満々だったじゃないですか。あのショートコース走るまではテリーさん結構本当逃げる気満々で、嫌だ嫌だみたいな、ね、嫌だとか言って。でも乗った直後から変わりましたもんね。面白かったね。あれはね、土屋さんです。土屋さんが横にいてくれて、もう的確なアドバイスをしてくれたんで、はい、僕は実は走れました。さすがです。普段あんまり頼りにならないんですけども、はい、あのドライバーのね、僕がなって横に来てもらった時はもう本当に、あ、全部聞いてました。へ、もう全部聞きながらやってました。今楽しそう、すごい楽しそう。いや、そうなんです、楽しかった。だってテリーさん帰ってきませんでしたもんね。何周しました、あれ結局。俺ね、4周くらいしましたよね。次の日もね、行きたかった。ずっと行きたかったんですけど、寝泊まりしたかったんですよ、あれ。もう子供。いや、だからそのくらい楽しいんだよね。やっぱあれだからね、それこそ10代とかね、うん、20代の初めにこの走るってことを覚えたら、もうそれは気持ちいいよ ね楽しいよね。だって別にほら、まあ、普通の街で走ってるとね、スピード違反で捕まったりさ、法違反になっちゃうわけじゃない、うんうん、ああいうところは全然違うよ ねサーキット行ったらもう全開で走れるんだもん、気持ちいいよ、ね、あと安全もしっかりしてるからね、やっぱ普通の走りとそういう、こう競技的な走りってなると、やっぱスピードと何が変わりますかね。ブレーキが違う、まず普通に走ってる時に ABS 効かせるブレーキなんか使わないじゃない、信号でも何でも、うん、あ、そう、まあ、雪の日ぐらいですよね。急ブレーキぐらい、急ブレーキなんかめったにかけないじゃない、自転車飛び出してきた、うん、サーキット走行って急ブレーキが当たり前なの。急ブレーキをかけることによって短い距離で減速してタイムを縮めていくっていうのがサーキットのタイム計測。うーん、みんなタイムを縮めるのにブレーキをまず短く、うんうんうん、そのためにはもう常に急ブレーキ。ということはコーナーへ入るまで思いっきり行きますよね。全開で行って、全開で行ってドーン、コーナーの前急ブレーキ踏んで、急ブレーキで短い間に離して、うん、ターンインしていく。まあ大体タイムを縮めるってブレーキで縮まっていくからね。でコーナリング速度なんてそんなに変わんない。あ、そうなんですか、うん、よっぽどのズブのド素人を、うん、プロがアウトから抜いていくっていうのはあるけど、うん、同じプロ同士で車が違ったとしてもアウトから抜いていくなんてなかなかできない。だから本当にボトムスピードなんて変わんないんですよ。ただ何が違うかっていうと、ブレーキを踏むところと離すところでその距離が違うだけ、アマチュアとプロって。ブレーキを踏むのは速い人の方が遅いよね、踏むところは。そう、こわね、そうですよね。手前から踏んだら、うん、止まっちゃいますもんね。そうそうそう、うん、で普通は普通の人のブレーキ、こう一般道を走ってる時にブレーキの立ち上がりってこういうグラフで立ち上がってくる、うん、こういう45度ぐらいでブレーキ、うん、踏むと動力がね、レーシングドライバーが踏むとこう立ち上がる、ブレーキの液圧が、だから短いわけ。普通の人がスーッと踏んでいくところをドンってかけるから、うん、で ABS ガンと効くでしょ。でガガガガガガって言ってる間にもう離してターンインしてるから、ターンインする時のそのボトムスピードっていうのはそんなに変わんない。へ、ただそこのブレーキだけでタイムって縮まる。でも面白いの。でもそれって結局ブレーキを踏める勇気があるかないかってことです。勇気じゃない、何あれ、テクニックです。でも勇気じゃないですか。動力がないんだよ、普通の人って。あ、で極端な言い方すると、我々はそのレースのレーシングカーでブレーキを踏むんじゃなくて蹴飛ばすの。あ、強めに。そうなん
蹴飛ばすの、蹴り。だから液圧がドンって上がる、ブレーキの液圧。面白い。いや面白いよ。確かにそうだな。犬が飛び出してた時にさ、バッてやるじゃない。一緒一緒。はああいうことってないもんね。ないからブレーキを強く踏むっていう訓練っていうことをしてないよね。そうですね、うん、あんまり急ブレーキってかけないでしょ。安全運転してるとかけないですね。かけないよね。確かに確かに。例えば後ろの車に迷惑かかるんじゃないかとかさ普通に思っちゃうんですよね、うんうん、いやそりゃそうでしょ。お釜掘られるって。そうだよね。普通の道でそんなことしたらはい。それでじゃあ今回はですね、うん、ゲストの方にあのサーキットで大活躍するおすすめのスポーツカーを紹介していただきたいなと。なるほど、はい、思っております。リドさんは、うん、とにかくそのスポーツカーはねもういろいろご存知なわけですから、おすすめの一台っていうのを、まあ、いいな、教えて、聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、最近の車でいうスポーツカーだと、はい、一番その買いやすくて、うん、その壊れなくてあの楽しく走れる車っていうと僕の中では GR86 かなと思ってます。うん、はい、土屋さんと一緒ですね。やっぱそうですね。いや楽しいもんだって。本当楽しい。いいね、これはいいよね、はいはい、コストパフォーマンスがすごくいい車だと思います、うん、はい、GR の86って乗り出しっていかがするんですか。350万ぐらいです。あの一番安いグレードであるとあの本当に300万ちょっとぐらいから新車で乗れるんで、うん、あこの鉄ホイール。そうですね、はい、鉄ホイールだと、うん、そうだね298万とか、はいはい、あこれはこれ鉄チンだからね、はい、鉄チンホイール何もついてないんですよ、うん、まあ、あのまたこれはこれかっこいいですよね。なんか いいと思います。でもうこのベースの車をカスタムしていく楽しさもあるし、うん、こうスポーツ走行とかサーキットで走る楽しさもあるし、うん、すごくいい車じゃないかなと思ってます。でも考えてみたらこれ86のなんか一人勝ちっぽいですよね今は ね, ねで、まあ、86と BRZ があるんで兄弟車です。あそうか、まあ、そうスバルのね、うん、だけどやっぱこう GR の方がなんだろうな、スポーツカーっぽいな。そうですね、はい、スバルの方がこうどっしりしてる、うん、そうですね。だから今結構50歳とか以上になってもう一回スポーツカー乗りたいなって人が乗ってる人が結構増えてますね、うん、はい、どうですかテリーさん。いいですよ欲しいな乗ったっつの。いやいやそうじゃなくてほらまだいくつか紹介してくれるんでしょ、はい、そうもちろんもちろん、うん、いやもちろんもちろん、うん、で次見てみます、はい、次はあヤリスですね、はい、これはいい。ヤリスこれね、うん、4駆だからすごい楽、うん、ほんと楽。この車はもうトヨタの内製でトヨタが本気であのスポーツカーを作ろうっていう、まあ、あの WRC のラリーとかそういうこともあるんですけど、本気で久々に作ったスポーツカーって言ってもいいんじゃないですかね。先ほどの GR86 と、はい、このヤリス GR ヤリスと値段はどっちが高いんですか。GR ヤリスの方が 1.5 倍ぐらい、1.5 倍までいかないですか。ちょっと高いですね。500万、はい、500万ぐらい。こっちも高いですよね。高いです、はい、あのヤリス自体は86よりも車格は低いじゃないですか、はい、ベースのヤリスは低いですね。そうですよね、はいはい、ヤリスの方が安いのに、はい、ベースの方はなんでこっち側はトヨタヤリスっていう要はベース あの一般の人が乗るような FF の小さい車と、うん、これは GR が仕上げてるんでまたそこであの同じプラットフォームなんですけど車格が変わって、もう本当にこれはモータースポーツをするために製作された車みたいな、うん、まあ、これは僕個人的には86よりもこっちの方が好きですか、はいはい、まあ、こっちの方が楽、四駆だから。そうですよね、うんうんうん、でレースもこっち側の方が出てますよねこれはもともと世界選手権のラリーで活躍するためにあの作られた WRC。 そうです、はいはい、WRC にはこっちが出てるから、はい、意外とそういうイメージで言うとね、うん、雪道には強そうですよね。そうですね、はい、強いっすよ、四駆ですからね、うん、ではお次は出ました。これは GR スープラですね、うん、発売されて3年4年目になりますけども、これパワーありますよ。これ街で見ないんですよ、うん、見ないですよね。そんなには見ないかもしれないですけど、うん、好きな人はすごい好きな車で、うん、すごく日本国内のスポーツカー好きの中では愛されている車の、うん、一種に入るんじゃないですかね、まあ、エンジンが2種類あるから。そうですね、2リッターターボと3リッターターボ、うん、僕も乗ってますけど、これ乗ってるの、はい、何これの黄色がありましたよね。黄色もあります、はい、あ、黄色好きですもんね、うん、大好きなんですよ、黄色が。これね、土屋さん緑が大好きあ、そう、今日も緑なんですね、はい、でもこれは実はあれですよね、あの
BMW と一緒ですよね。あ、そうです。これはもう BMW と共同で設計された車なので、うん、乗り味は比較的 BMW っぽい雰囲気があるんですけど、うん、まあ、それをちょっとトヨタが味付けして、こうスープラっていう歴代のこう歴史のある車をオマージュして、あの先代のスープラ17年前に作られた、発売中止になったんですけど、うん、17年経ってスープラっていう名前復活したっていう。そうです、はい、なんかこれ悪そうでいいですよね、うん、いやこれはいいですよ、風量っぽい感じがして、はい、そうです ね、 ね、これ2リッターターボ3リッターターボって選べるのがいい。あ、どっちがいいんですか。まあパワーがあってやっぱりいじりたくないなっていう人は3リッターターボの方がいいと思う。3リッターターボでこれ700万超えですか。700万ちょっとぐらいですね、うん、そうですね、はい、で今年、今までは8速のオートマだったんですけども、今年からあのマニュアルトランスミッション6速も発売開始、はい、あらら、すごい。この時期にマニュアルを出してくるって本当にすごいことだなっていう。これね、やっぱり、はい、秋夫さんがね、偉いですよね。そう思いますね、はい、ね、出そうっていう姿勢が偉いよね、この時代にさ。3台紹介していただきましたけど、うん、気になったのは何。いやでもこれがいいかな、ね、これはパワーよ。これがいいかな、やっぱこれは他の2台は正直言って街で見てるから、うん、はいはい、これはそっか、これは 見ないですよね。なかなか、なかなかいない。なかなか見ないし、うん、それこそ高速道路走ってるとおわっつってこうね、目で追いますよね。あ、じゃあテリーさん、おめでとうございます。おめでとう。何ですか。今回はですね、うん、GR スープラ外にご用意しております。あ、素晴らしい。行きましょう。持って帰ります。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。